こんにちは、JP です。今週11月7日から特急ジャーのハッピーセットが開始されました。あとは女の子向けのキティちゃんですね。かなり可愛いです。今回も自分で好きなものは選択できて、今週にこの3つ、来週がこの3つですね。早速、今週の3つ、こちらを買ってきたのでご紹介したいと思います。まずは1番、マスクが光るよ。光る特急1号。もう見ての通り特急1号のフィギュアですね。これはシールをやっぱり貼らなきゃいけないのかな。あ、入ってますね。あ、でもそんなに恐竜じゃの時よりもシールは多くないかな。これなら簡単かもしれません。はい、完成しました。やっぱりすごい簡単ですね。スタイルはとってもいいんですけど、ちょっと顔が似てないかな。うん。何気に左手と両足が付け根から、回転します。足は左足はよく曲がる、まあ曲げてどうするってわけでもないんですが、右足がちょっと曲がるのかどうかちょっとよくわからない、硬いですね。で、まあ最大のギミックはこの頭が光るみたいです。なんで光るんだろう、謎ですね。この後ろの背中のスイッチ、これをちょっと消しましょうか。これをつけると 3,2,1,5、 おー光った。なんだろう、 X メンのサイクロプスみたいな、そんな感じかな。さらに電気消すと、何これ、もはやもう特急1号に見えないですね。誰これ。ではですね、次行きましょう。これは期待できるんじゃないかなと思ってますが、ですね、2番、特急チェンジャー、スライドショーが見えるよ。とりあえず開けてシール貼りましょうか。よいしょ。大きさもね、結構大きく、あ、結構大きいですね。子供の手でもちょっと入るかな。あー、指だ。指に入れて覗くんだ。なるほどね。こうか。で、シールがこんだけあるんで、とりあえずこれ貼ります。はい、完成しました。いや、形はね、360度、どこを見てもね、レッドレッシャーがセットされた特急チェンジャーですね。で、2本の指が、これ大人でも2本の指がちゃんと入ります。で、ここにボタンがあって、ここにね、レンズっていうか、覗く窓があるので、ここを見て、こうやって絵を切り替えていくっていう感じですね。なんとなく切り替わっているのがわかりますかね。あー、あ、結構枚数入ってますね。1,2,3,4,5,6,7,8 かな。8枚ぐらい。あ、これは結構面白いですね。想像してたより枚数も多いので、なかなか楽しめると思います。さて、では最後、特急バックル。なんとバッチ入り。バッチが入っているよ。さあ、一体どんなバッチが入ってるんでしょうかね。大きさもね、結構大きいし、シールがちょっと安っぽい感じがしますが、シールはちゃんと最初から貼ってあって、裏にはこうやって、クリップがあるので、ベルトとかにね、つけることができますね。で、下から開けんのかな？おー、あ、ちゃんと、これ取っちゃダメなやつだ。上から、取って、こうですね。失礼いたしました。こういう感じで、お、バッジが入ってるんですけど、バッジ自体は、一つしか入っていなくて、まあ最初はね、1がついてるんですけど、1号から5号まで、裏面はそれぞれの、顔のアップになってますね、両面。だから、こうやって、ひっくり返せば、特急1号の、顔のバッジになります。もちろん他の、キャラクターをくっつけることもできる。では、ポケットとかね、こういうところに挟んだりとかできるということですね。なんかバッジの数がちょっと少ない1個っていうのが寂しいかなという気はしますけど、まあ付け替える楽しみっていうのはあるかもしれませんね。ちゃんとね、この中に散らばらないでしまうことができるんで、まあこれはこれで、これね、こうやって腰につけるだけでもなかなかなりきりアイテムとして成立しますね。はい、ということで、ハッピーセットの特急ジャー前半をご紹介しました。来週新たに3種類。これの他に3種類増えますので、そちらも買ってレビューしたいと思ってます。以上、ハッピーセット特急ジャーのご紹介でした。
ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。